ノースブリティッシュ鉄道は、スコットランドエディンバラに本社を置いていた、かつてのイギリスの鉄道会社である。ベリックでイングランド側の鉄道と連絡する目的で1844年に設立された。1846年に路線が開通すると、会社は初期から地理的な営業範囲を拡大するという方針を追求し、また特にカレドニアン鉄道と競争を繰り広げた。 このために会社は巨額の資金を継ぎ込むことになり、結果として株主の承認を得られず二人の会長が辞任することになった。そうではあるものの会社はカーライルに到達することに成功し、後にここでミッドランド鉄道と協力を結ぶことになった。さらにエディンバラからパウスやダンディーへも結んだが、長年にわたってこれらの都市へはホースワンとテワンを渡る。 フェリー連絡を要していた。最終的にノースブリティッシュ鉄道は提供を建設するが、強風の中列車が渡っている最中に橋が崩落した。会社はこの失敗を切り抜けて2台目の提供を開通させ、さらにそのすぐ後にホース橋も開通させて、エディンバラより北の鉄道網を大きく変革した。初期から鉱物の輸送が主となり、 旅客輸送よりも多くの収入を鉱物輸送から得ていた。1923年に鉄道網が4大グループ化された時点でノースブリティッシュ鉄道はスコットランドでは最大イギリス全体では5番目の規模の鉄道であった。この年新しく設立されたロンドンノースイースタン鉄道に合併した。スコットランドの初期の鉄道は主に鉱物資源の輸送に従事しており、 船で積み出す川や海岸の港までの短い距離であった。1842年のエディンバラグラス号鉄道の開業は、より長距離の一般輸送目的の鉄道が商業的に成功しうることを示した。エディンバラグラス号鉄道の建設中に金融市場が幾分緩和し、イングランド側では長距離鉄道の急速な発展が起きた。 スコットランドの発起人らは、スコットランド中心部を発展しつつあるイングランドの鉄道網へどうやってつなぐかの検討を始め、承認経路を決定するための政府の委員会が設立された。しばらくの間は、一本の鉄道のみが商業的に実行可能であるものと思われていた。この委員会は、しばらくの間審議し、曖昧な報告書を出した。 大衆の世論はさらに先に進み、数多くの鉄道構想が提案されたが、すべての提案が実行可能というわけではなかった。この狂乱状態の中で、事業家の一団がノースブリティッシュ鉄道会社を設立し、エディンバラからベリックの路線とハディントンへの支線を建設しようとした。彼らは1844年に議会で承認する立法を成立させた。 入ッするベリック鉄道がこの時点で路線を建設中であり、これに間に合うように、ノースブリティッシュ鉄道はエディンバラとロンドンを結ぶ鉄道の投資路線を形成することになっていた。鉄道構想は競合会社との共争であった。主な競合車はカレドニアン鉄道であり、同社はエディンバラとグラスゴーの双方からカーライルへの鉄道建設を計画しており、 そこで北上してくるイングランド側の鉄道と連絡しようとしていた。しかし、カレドニアン鉄道は1844年の時点で議会に法案を提出するために十分な出資申し込みを確保することができず、翌年に持ち越しとなった。ノースブリティッシュ鉄道の会長ジョンリアマンスは可能な限り広い領域を確保することがノースブリティッシュ鉄道が直面する私立が 競争において重要であると見ていた。彼はエディンバラからカーライルまでホイックを経由する2番目の本線の計画を準備し、また自社線の計画を準備していたエディンバラパース鉄道の支配権を握ろうと試みた。1845年の議会会期においてディアマンスは競合車の侵入を未然に防ぐことを主な目的として数多くの視線を認可する。 法案を可決させたこれに加えてカーライルまでの路線の最初の区間となるエディンバラホイック鉄道も認可されたこの鉄道は名目上は独立していたが実際のところリアマンスとその他のノースブリティッシュ鉄道取締役らが株式を所有していたまた同じく1845年の会期においてカレドニアン鉄道も認可されたカレドニアン鉄道は 以後激しい競争相手となることになる。エディンバラパース鉄道は議会承認を得られなかった。ホイックまでの路線は時代遅れとなったエディンバラダルキース鉄道の経路を使うことになっていた。この鉄道は標準機ではなく石の枕木を使った馬車鉄道であり、線路を本線の規格に改良するには多額の費用を必要とした。 これらの拡張計画すべては本線の開業以前でもすでに巨額の費用を要していた。ついに1846年6月22日になり、ベリックとハディントンへの路線が一般向けに開業した。1日に5本の列車が運転され、これに加えてエディンバラとマセルバラを結ぶ区間列車も1日に10本運転された。宗教的観点からかなりの反対があったものの、 日曜日の列車も運転された。この時点で、ニューカッスルベリック鉄道は開業できておらず、ロンドンへの旅客や貨物は、ベリックとニューカッスルの間を道路で連絡しなければ、ならなかった。ツイード川の南岸にありベリックの対岸にあたる、ツイードマスとニューカッスルアポンタインの間は1847年7月1日に開通した。これにより、ノースブリティッシュ鉄道は、 エディンバラからロンドンまでの列車を宣伝できるようになったが、旅客も貨物もベリックにおいてツイード川を、ニューカッスルにおいてタイン川を渡る、道路輸送を必要としていた。これらの2本の川に架かる橋は依然建設中であったのである。ビクトリア女王を迎えて、これらの高級的な橋が開通するのは1850年のことになったが、それ以前に、 仮設の橋を使った列車の運行が行われていた。エディンバラの駅は旧市街と新市街の間にある窪地に位置していた。この土地はノアロフォと呼ばれるミスボらしく非衛生的なる町であったが、段階的にこの地域の一部に庭園を造成していった。ノースブリティッシュ鉄道はノースブリッジに近い窮屈な場所を取得し、エディンバラグラス号鉄道は ノースブリティッシュ鉄道と接続するために自社のターミナルであったヘイマーケット駅から路線を延長してきた。新駅は共同で運営され、単にエディンバラ駅と呼ばれるかノースブリッジ駅と呼ばれていた。後にゼネラル駅と呼ばれるようになり、さらに後になってエディンバラウェーバリー駅と名付けられた。イングランドの鉄道企業家であるジョージ・ハドソンは彼の所有する 鉄道網を拡大しつつあり、1847年の時点で彼の所有するヨークニューカッスル鉄道はロンドンからエディンバラまでの経路のイングランド側の区間を形成する上でニューカッスルベリック鉄道と近い関係にあった。ハドソンは自身の所有する企業を通じてノースブリティッシュ鉄道の資本に8%上乗せして買収する提案を行った。 ハドソンの提案は、ノースブリティッシュ鉄道の価値を高く評価するものであったが、会長の勧告もあって、ノースブリティッシュ鉄道株主らによって拒絶された。議会は、ノースブリティッシュ鉄道に対しカーライルまでの投資の路線の許可を与えることを拒否し、差し当たっては、ホイックがノースブリティッシュ鉄道の南側の終点となったが、後にカーライルまでの建設計画があることは明確であった。 エディンバラ川の区間で、かつてのエディンバラダルキース鉄道の線路跡を使うことから、ノースブリティッシュ鉄道とこの路線の間で連絡線が作られ、エディンバラダルキース鉄道線の規格の向上、ダルキースまでの単線区間の複線化、そしてサウスエスク川とダルハウジーを越える新しい高架橋の建設などが行われた。エディンバラホイック鉄道を正式に、 ノースブリティッシュ鉄道が買収した後、1847年に最初の区間が開業し、1849年11月1日にホイックまで全通した。当面の間、ディアマンスの目的である、後にウェーバリー線となるカーライル到達は保留となった。ノースブリティッシュ鉄道は1846年に本線及びホイック線から分岐する数多くの支線を、 建設する許可を議会から得た。これらのすべてが建設されたわけではないが、本線と同時に開業したハディントンへの支線に加えて、これらの路線は1855年までの時期に建設された。カレドニアン鉄道は1848年3月からカースターズ経由で乗り換えのない直通列車を運行できるようになった。ロンドンとエディンバラを結ぶ最速列車は どちらのルートでも12時間30分を少し上回る所要時間であったが、東海岸ルートではツイード川とタイン川を渡る2回の乗り換えがあった。さらに、リースとロンドンを結ぶより安価な蒸気船が依然として多くの旅客を運んでいた。鉱物輸送、特にロージアンタンデンからの石炭輸送が最大の収入源であったが、西海岸や当時発展しつつあった。 モンクランドの鉄工業への石炭輸送は問題含みであった。ノースブリティッシュ鉄道の会長はジョン・リア・マンスであった。初期から彼はノースブリティッシュ鉄道の拡大こそが前進であると考えており他の取締役と連携して個人的にも会社を通じても他の鉄道に対して大規模に投資を行っていた。場合によってはこれは鉄道網を利益を上げられるように拡大するための ものであったが、多くの場合には、競合相手、特に、カレドニアン鉄道を単に締め出すためのものであった。しばらくの間は、株主は、リアマンスに同調していたが、投資の規模が開示されるに従い、次第に不安が広がるようになった。1851年には、ノースブリティッシュ鉄道の額面25ポンドの株式は6ポンドで、取引されていた。 1851年の株主総会において、会社の鉄道網が89マイルであった時には、収入が39,304ポンドであったのに、鉄道網が146マイルになった今でも、収入は39,967ポンドであると指摘された。巨額の資金が失敗した事業で焼却され、一方で同様に巨額の費用が新たな事業に投じられようとしていた。 株主の中には、ジョージ・ハドソンが8%上のせで会社を買収すると1847年に提案していたが、拒絶したことを思い出す者も,もいた。カレドニアン鉄道も同様に鉄道網を拡大しようとしていたが、小規模の鉄道会社を借り受けることによって実現しており、初期に巨額の支払いが発生することを回避していたということは注目に値する。 1852年初めに新たな優先株の発行に失敗し、3月の株主総会において取締役2名が辞任し、リアマンスも適当な時期に辞任すると宣言せざるを得なくなった。持ちこたえることができる状況ではなく、1852年5月13日にリアマンスも辞任した。ジェームズ・バルフォアが公認となったが、バルフォアはこの任に適しておらず、 またノースブリティッシュ鉄道の今後にほとんど影響力を持っていなかった。彼もまた退任し、1855年にリチャード・ホージソンが後を継いだ。彼の仕事は厄介なもので、ある時期には普通株に対して配当が支払われなかった。1856年9月までには、ホージソンは取締役会の反対派閥を追い出し、 営業経費率は44%まで下がった。1856年7月15日の臨時株主総会において会社の財務案が通過し、会社は株式の新規発行とそれによって得られた資金で負債を返済できると発表した。また彼はいくらか時期焦燥ではあったが、会社は債務なしになったと発表した。普通株への配当は2.5%となった。 1856年4月に独立資本のセルカークガラシールズ鉄道が開業し、その路線はノースブリティッシュ鉄道によって営業されることになった。さらに続いて1856年7月にはノースブリティッシュ鉄道とロックスバラで接続しているジェドバラ鉄道も開業し、同様にノースブリティッシュ鉄道が営業することになった。 セルカークガラシールズ鉄道は1859年にノースブリティッシュ鉄道が吸収しジェドワラ鉄道も1860年に吸収した。ホジソンはホイックからカーライルまでの延伸が優先であるというディアマンスの言葉を繰り返した。カレドニアン鉄道が自身の視線をカーライルからホイックまで建設する意図があると述べたことや独立したボーダーカウンティーズ鉄道が 同様の路線を意図しているとしたことから、この実現は不透明なものとなっていた。ボーダーカウンティーズ鉄道は、ニューカッスルカーライル鉄道からヘックスハムで分岐し、北へ、鉱物資源に富むと予想されていた地域へと結ぶ、陶器的な路線であった。同社は1854年に承認され、チョラーフォードまで1858年に開通した。その重要性は、 カーライルとホイックの間の地域に通じる可能性にあった。1857年にボーダーカウンティーズ鉄道はホイック線と接続する路線の法案を議会に提出した。これは不成功に終わったが、ホージソンはノースブリティッシュ鉄道の株主に対してホイックからカーライルまでの延長に45万ポンドを投じることを彼の説得により認めさせた。 しかし1858年の会期に議会に提出された法案はカレドニアン鉄道の法案と競合するとして拒絶された。ホジソンは相互に痛み分けとしてカレドニアン鉄道とこの路線を共同で建設し運営する連合を形成しようとした。彼の目的は明らかにカーライルを経由してさらに南への連絡を確保することでありカレドニアン鉄道は その意図を見抜いて提案を受け付けなかった。ノースブリティッシュ鉄道は1859年の会期にカーライルへの路線を建設する新たな法案を提出した。ホジソンは品種のポートカーライルドック鉄道及びカーライルシロスベー鉄道ドックを買収することに合意していた。これらの路線はカーライルに駅を持っており、カレドニアン鉄道とカーライルシタデル駅で連絡し、 西海岸の港シロスまでを結んでいた。1859年7月21日にカーライル延長線とカーライル周辺の小鉄道を吸収することを認める法律が女王最下を得た。同日、ボーダーカウンティーズ鉄道も延長線を認可されたが、これはノースイースタン鉄道を経由せずに入ッするへ到達することを睨んだホジソンの指示を得ていた。 ボーダーカウンティーズ鉄道は1860年にノースブリティッシュ鉄道に吸収された。ボーダーユニオン鉄道の建設はゆっくりとしたものであった。カーライルからロングダウンから遠くないスコッチダイクまでの貨物営業は1861年10月11日に開始され、全線は1862年6月32日に貨物営業を開始し、 旅客に対しては1862年7月1日に営業を開始した。ボーダーカウンティーズ鉄道は同じ日に全通した。ボーダーカウンティーズ鉄道はニューカッスルカーライル鉄道にヘックスハムで接続していた。ノースイースタン鉄道はニューカッスルカーライル鉄道を吸収することを望み、ノースブリティッシュ鉄道はニューカッスルカーライル鉄道線での運行権を 獲得することと引き換えに、ノースイースタン鉄道による九州合併への反対を撤回した。ノースブリティッシュ鉄道は、ボーダーカウンティーズ鉄道経由で入荷するまでの列車を走らせる権利を得た。ボーダーズを通る2本の路線を通る経路は長く、険しいものであったが、入荷するへの到達は、非常に重要な達成であると思われた。引き換えにノースイースタン鉄道は、 ベリックからエディンバラへの運行計を獲得した。もしホージソンが公平な取引であると考えていたとしてもすぐにその考えをなくしてしまったであろう。ノースイースタン鉄道は貨物及び旅客列車をエディンバラまで本線上を運行できるようになったのである。ホジソンのカーライル連絡に関する信念も同様に根拠のないものであった。投資の予約も カーライル以南への運行も拒絶されたのである。投下した資本が再び会社の財務状態を悪化させ、配当は1%へと低下した。1861年から段階的に開業したボーダーユニオン鉄道は、後にウェーバリー線と呼ばれるようになるが、1862年8月1日に全通した。この路線の沿線には限られた人口しかおらず、カレドニアン鉄道は、 投資の列車運行を妨げ、旅客の投資の予約も拒否し、貨物もまた、ノースブリティッシュ鉄道を避けて運行された。ノースブリティッシュ鉄道は、偶然手にしたシロスまでの連絡線を利用して、船に貨物を積み替えていたが、しばらくの間この路線は投じた費用に比べて、疑わしい価値しかなかった。ミッドランド鉄道が1875年になって、 セトル・カーライル線を開業させたことでようやく、ノース・ブリティッシュ鉄道はカーライルにおいて協力的なイングランド側の事業者を得ることになった。1863年にベリックシャー鉄道がセント・ボズウェルからダンスまで、同社の路線の一部を開業し、1865年に全通した。この路線はノース・ブリティッシュ鉄道によって営業され、初期に同社が開通させた。 ダンス支線からの延長ルートを形成した。ベリックシャー鉄道は、おそらくカレドニアン鉄道がこの地方に入ってこないようにする戦略的な観点から、ノースブリティッシュ鉄道から大いに支援された。ノースブリティッシュ鉄道は同社を1876年に吸収した。1862年までの期間、ホジソンの改善された経営により、財務状態は大幅に改善された。 普通株に対する配当は3%に上ることも一般的であった。路線網の地理的な拡大は将来自社にとって有効的な視線を形成するであろう。会社の議会に対する保証金の出資に留め、またそうした路線群を運営する予備的合意を結んでいた。エディンバラ周辺においてダルキース線への接続にいくらか変更が行われ、リース線及びマセルバラ線へ 本線からそれぞれポートベル及びワントンウォールズにおいて直接接続できるようになった。1861年7月からピーブルズ鉄道を借り受けた。1862年にはさらに大きな成果を獲得した。エディンバラノーザン鉄道はその起点の都市から拡大し、エディンバラパースダンディ鉄道となってホース湾及びテイワンのフェリーでの横断を挟むものの、 会社名にある三都市を結ぶようになっていた。また同社はスターリングで分岐して、非常に生産性に富む丹田を横断して、ダンファーリ林に向かう支線も保有しており、これ以前にファイルキンドス鉄道及び、キンドスシャー鉄道も吸収していた。同年、ノースブリティッシュ鉄道は、ウェストオブ、ファイフ鉄道港湾を吸収し、三端地帯へ、さらなる連絡を図るとと,ともに、 チャールズタウン港へも接続した。1865年時点のノースブリティッシュ鉄道モーボーダーユニオン鉄道の全通以来、旅客列車はポートカーライル鉄道のキャナル駅に発着していた。1864年までにはこの路線は全線が複線化され、1864年7月1日から旅客列車はカレドニアン鉄道線に入ってシタデル駅に発着するようになった。 財務状態はいくらか良くなり、普通株に対して2%の配当が8月に発表された。さらに興奮させる事態が起き、エディンバラグラス号鉄道は長い間、カレドニアン鉄道に合併することを考えていたが、モンクランド鉄道と共にノースブリティッシュ鉄道に合併することを考えるようになった。エディンバラグラス号鉄道はかなり重要な鉄道網で、 スターリングからダンファー・ブリンへの路線やバスゲート及びモーニングサイド線などを含んでいた。さらにグラスゴー・ダンバートンヘレンズバラー鉄道を運営していた。モンクランド鉄道は1848年により古い炭鉱鉄道をいくつか合同して設立され、エアドリー及びコートブリッジ周辺で鉄道を営業していた。こうした鉄道の主な事業は依然として 鉱物資源の輸送であり、営業経費は高かったものの、十分な利益を上げていた。エディンバラグラス号鉄道とモンクランド鉄道が1865年7月31日に合併し、その合併した会社が翌日のオスブリティッシュ鉄道に吸収されることを承認する法律が1865年7月4日に通過した。評論家の中には、 エディンバラグラス号鉄道がノースブリティッシュ鉄道を吸収したのかもしれないと予想する者も,もいたが実際のところ新しい取締役会は旧ノースブリティッシュ鉄道の取締役13人と旧エディンバラグラス号鉄道の取締役2人で構成されていたノースブリティッシュ鉄道はずっと日曜日にも列車を運行してきたのに対しエディンバラグラス号鉄道では 日曜日に列車を運転していなかったが、合併後はその本線で日曜日にも列車が運行されるようになった。これは暗息日の監修を厳格に遵守しようとする人たちからの抗議を招いたが、ノースブリティッシュ鉄道はこの点に関しては自身の立場に固執した。この合併によりこれらの鉄道の他に当時建設中であったシティオブ・グラスゴー・ユニオン鉄道の一部の株式も ノースブリティッシュ鉄道が手にした。この線が完成すると、ノースブリティッシュ鉄道はこの路線とゼネラルターミナス、アンド、グラスゴーハーバー鉄道を通ってクライド側の埠頭へと到達できることになる。1865年夏の時点までに、ノースブリティッシュ鉄道は450マイルの路線を有するまでに成長し、そのうちおよそ半分が伏線、残りの半分が単線であった。 これに加えて、さらに40マイルの単線の独立した会社の営業を引き受けていた。1866年の時点での以下のカレドニアン鉄道との比較は、会社の状況をよく表している。1866年春に、ホジソンは普通株に対して3%の配当を宣言したが、株価は下がり続けた。1866年秋にはホジソンは再び、 普通株に対して3%の配当を提案したが、会社の新しい初期間のジョン・ウォーカーは、財務委員会に対して、ノース・ブリティッシュ鉄道の真の財務状態について、警告した。新しい優先株発行は失敗し、社債の利子や優先株に保証された配当を払うことは、不可能であると示された。明らかに、新たな資本金で配当を支払おうと意図していたので、ある。 これが明らかとなって、ノースブリティッシュ鉄道の普通株の株価は一晩で8%下落した。幅広い財務の不適切さと不正経理が明らかとなり、すべてホージソンの責任とされ、1866年11月14日に開かれた臨時株主総会において報告された。ホジソンは、ひどい頭痛がするとしてこの総会には出席せず、代わりに辞任届を送りつけた。 前任の会長であったジョン・バルフォアが総会の議長を務めた。調査委員会は非常に長い報告を提出し、単に株主に対して報告し、実際には存在せず実際に稼ぎ出したわけではないと知っていた収入を株主に分配するために意図的な不正経理を長年にわたって言っただけでなく、半年ごとの収入報告書の偽造と事実の 一般的な虚偽表示を支えるために注意物価非常に巧妙な架空口座の絶造が行われ続けられてきた。と述べられていた。取締役会はほぼ全員が辞職し、4人のみが継続性のために残され、またこれ以前の決算書と宣言されていた配当金は撤回された。配当金の支払いはなくなり、代わりに召喚まで4%の利子を払う再建が、 発行された。総会は当然長くなり、荒れる場面もあった。翌日グラスゴーヘラルド氏に掲載された議事録は2ページ半にも及んだ。1866年12月12日、暫定会長が5.5%優先株を総額1875,625ポンド発行し、会社のすべての財務上の債務に充てる意図を発表した。 12月22日のグラスゴーヘラルド氏は8行の記事を載せ暫定会長が辞任し、ジョン・スターリング・オブ・キッペンダビーが会長に任命されたと報じた。経営上の処理が続けられる中、1866年にはモンクトンホールからスミートン経由でダルキースへの路線が開通し、ブレーンバレー線も開通した。しかしブレーンバレー線での旅客営業開始は、 エスクバレー線が1867年に開業したのと同時であった。会社は既存の鉄道網での収入を伸ばそうとし始めた。キッペンダビーはカレドニアン鉄道の取締役出身であったこともあり、カレドニアン鉄道との関係が改善され、シティオブ・グラスゴー・ユニオン鉄道への貢献を受けるのが容易となった。一時は、グラスゴーサウス・ウェスタン鉄道と共同で、 この路線上にかなり広大なターミナル駅を模索していたが、その建設費用は非常に巨大で、この時点で推進することはできなかった。1867年9月12日の株主総会において、1875,625ポンドの債務取り扱いに関して強引に達していると報告された。しかし、会社は新線を建設する義務を負っており、 さらに260万ポンドを要する。この債務を抑制することが本質的であるが、取締役らは、新鮮建設工事を無差別に中止することは望ましくないと判断している。その結果、財政法において一部の予期しない工事を独立した事業体に分割する準備がなされている。取締役らは、特定の地域の便宜のために必要とされ、 大部分はその地域の利益に委ねられているような、支線を建設するための出資金を地元の関係者に求めており、そうした工事がすぐに進められるかどうかは地元の人たちにかかっているとした。改善されたカレドニアン鉄道との関係に基づき、キッペンダビーは1868年1月16日にカレドニアン鉄道との収入共有協定を結んだ。この協定には、 ノースブリティッシュ鉄道の財務上の問題により遅れているプロジェクトの期限延長に関してカレドニアン鉄道が反対しないことも含まれていた。1869年にはカレドニアン鉄道とノースブリティッシュ鉄道は再び論争となった。今回の主な論点はウェイバリー線とそこに起因する輸送量の割合についてであった。カレドニアン鉄道は1867年に ロンドンノースウェスタン鉄道と秘密裏に協定を結んでいたことが発覚した。この協定ではノースブリティッシュ鉄道へほとんど貨物を流さないことになっており、露見したことで両者の関係にひびが入った。実際のところ、ウェーバリー線が問題の根元となるようカレドニアン鉄道はできる限りのことをしていた。1869年末には収入共有協定は 死分となった。1868年5月22日から、かつてのエディンバラリースグラントン鉄道線に、ピアシル経由で連絡する新たな線が開通した。この連絡線は、ファイフへの旅客のフェリー連絡に以前使われている、グラントン及び同じく貨物連絡に用いられている、リースへ、より現代的な線路となるものであったが、遠回りであった。シティオブ。 グラスゴーユニオン鉄道は完成が遅れており、予算をはるかに上回っていたが、ノースブリティッシュ鉄道はカレッジに適切な貨物駅を設けることを望んでおり、コートブリッジからグラスゴーへの路線建設への支援が提供された。1868年を通じて、会社の財務状態をうまく管理するための着実な進捗があり、 1869年1月には株式への配当と再建の召還が間もなくできると発表された。1870年にコートブリッジからグラスゴーへの路線が開通し、まずがローンゲートまで開業して、1871年にはカレッジ駅まで開業し、この時点でノースブリティッシュ鉄道はエディンバラとグラスゴーを結ぶ将来性のある旅客列車を エアドリー経由で運行できるようになった。1869年6月1日から、ノースイースタン鉄道はエディンバラまでの旅客列車を自社の機関車で通し運行するようになった。この協定はボーダーカウンティーズ協定の一環として1862年に結ばれていたものであった。7月から、ノースイースタン鉄道はすべての直通旅客列車の運行を担当するようになった。 ノースブリティッシュ鉄道はノースイースタン鉄道に対し1マイルあたり1シリングの運行費を払い運賃収入を自社のものとした。ノースブリティッシュ鉄道は自社線でアバディーンに到達することを長らく熱望していたが1862年のエディンバラパースダンディー鉄道買収はこれへ向けたステップであった。1866年のカレドニアン鉄道と スコティッシュのオースイースタン鉄道の合併に伴う協定でノースブリティッシュ鉄道は議会でカレドニアン鉄道側から反対されることなく北への路線を提案できる権利を得ていた。1870年11月になりノースブリティッシュ鉄道はそれに該当するノースブリティッシュアーブローズンモントローズ鉄道の設立主意書を発行した。 その建設予算は17万1580ポンドで1865年に開通していたモントローズバービー鉄道を含むことになっていた。1872年8月18日にマー・キンチにおける支線レスリー鉄道をノースブリティッシュ鉄道が吸収合併する区断の議会承認が得られた。ファイフの西側では初期の鉱物資源採掘から 数多くの資源輸送鉄道が設立され、また、ダンファームリン周辺の短い鉄道群も設立された。これらが合併して、ウェストオブ、ファイフミネラル鉄道が設立され、この会社は1862年に、ノースブリティッシュ鉄道に吸収された。1862年のエディンバラパースダンディ鉄道の買収により、ノースブリティッシュ鉄道はソーントンから石炭が豊富な、 地域を通過して、ダンファームリンに至る路線を手に入れた。エディンバラーグラス号鉄道を、ノースブリティッシュ鉄道が買収した際に、スターリングからダンファームリンへ、アラワを経由する路線も手に入れ、さらに西ファイフ丹田ンンの路線群を統合していった。大部分の石炭は、バーンタイランドへ運ばれて、そこから輸出されるか市場へ向けて、沿岸航路で運ばれた。バーンタイランドは、 フェリー用の港として開発されたが、急速に輸出用に使われるようになり、ファイフでも最も重要な港湾となった。ファイフの東側では、初期の頃から漁業と農業に対応して鉄道が発達した。資源の開発はそれに続くもので、後に極めて重要なものとなった。独立会社のセントアンドリューズ鉄道が、ルーカーズから分岐して1852年に開業した。 リーブンイースト・オブ・ファイフ鉄道は2社の鉄道の合併で形成され、ソントンからリーブン及びアンストラザーを結んでいたが、しばらくの間満足な港湾連絡を持たなかった。両社は非常に安く建設され、それが建設費用を調達する助けとなったが、摩耗した線路の更新費用を賄えないままで、1877年に、 ノースイースタン鉄道に吸収されることに同意した。この両者の間にある農業地帯はアンストラザーセントアンドリューズ鉄道が横断したが自社単独で運営を継続できなくなり1883年にノースブリティッシュ鉄道に合併した。東ハイフでの石炭生産量が増大したためそれまで鉄道がなかった場所にも炭鉱が開設されたがノースブリティッシュ鉄道は 観光所有者の要望に敏感に反応しなかった。この不満が、この地域の地主であるウィームス家が独立して建設した、ウィームスバックヘイブン鉄道であった。この鉄道はソーントンで、ノースブリティッシュ鉄道に接続した。東ファイルタンデンのすぐそばにあるリーブンとメトヒルには、港があったが、ノースブリティッシュ鉄道はバーンタイランドへ石炭を輸送することに満足しており、 これが不満を招いて、メトヒル港を独立して開発する動きにつながった。ノースブリティッシュ鉄道はこの動きに不傷武将を従い、1889年にウィームスバックヘイブン鉄道を買収し、またメトヒル港の開発を行った。カレドニアン鉄道との関係は再び改善し、1871年後半になると合併するという提案が出てきた。この意見は、 両社の取締役会が1871年11月29日に合併に合意したことで明確なものとなった。しかし、ノースブリティッシュ鉄道の株主たちはこの話を会議的に受け取った。初期の合併提案では、ノースブリティッシュ鉄道側が合併会社の収入の45.5%のみを受け取ることになっていたために拒絶されたが、今回、 取締役会が指示した合併枠組みでは、配分額が39%となっていたためである。収入分配の比率を決定する基準年において、それまで蓄積されていた保守作業を一度に行っていたことが、ノースブリティッシュ鉄道の純収益を不釣り合いに低下させていたことが示唆された。総会後も、株主の合併提案への反感は収まらず、 1872年2月2日になり、ノースブリティッシュ鉄道取締役会は合併提案を今後続行しないと発表した。カレドニアン鉄道側はこれに反発し、我々は疑いなく昔ながらの競争関係を再開するであろうと述べた。1872年8月18日には、ノースブリティッシュ鉄道が破産したノーサンバーランドセントラル鉄道を吸収することが、 議会承認された。ペニクック鉄道は1872年に開業し、エディンバラローンヘッドロスリン鉄道は1873年から段階的に開業した鉄道であり、どちらの路線もノースブリティッシュ鉄道が運営していた。1874年にホワイトインチ鉄道が開業し、これもまたノースブリティッシュ鉄道が運営を行い、非常に長い構想期間を経て、 ノースブリティッシュ鉄道の支線であるストブクロス鉄道が開通して、クライド側に面する新しいクイーンズドックへ到達できるようになった。このドック自体が建設に長い時間がかかり、完全に開業するのは1877年のことであった。1871年1月1日にデボンバレー鉄道がノースブリティッシュ鉄道の所有となった。 1876年にピーブロズ鉄道、ベリックシャー鉄道、ペニクック鉄道を吸収した。1877年11月1日に、セトルストンから分岐して、グラスゴー・ボスウェル・ハミルトンコートブリッジ鉄道が開業した。この路線もまた、ノースブリティッシュ鉄道が営業し、1878年には吸収する合意に到達した。この路線は、 石炭が豊富なカレドニアン鉄道側の営業領域に長く浸透しているものであった。1878年2月にノースモンクランド鉄道が開業し、これもまた主に鉱物資源輸送を意図したものであった。1879年にキルシスからの鉱物資源輸送を主な目的としたケルビンバレー鉄道が開業した。この鉄道はノースブリティッシュ鉄道からは、 熱狂的に歓迎されたというわけではなかったが、にもかかわらずノースブリティッシュ鉄道が運営することになった。1873年からの時期に収入の増加をかなり上回る速さで営業経費が増大し、ノースブリティッシュ鉄道は普通株への配当支払いを停止したが、この時点でスコットランドの鉄道において唯一の無配当会社であった。 この状況を管理下に置くべく強調した行動が取られ、1875年9月の株主総会においては4%の配当が発表された。1875年9月にミッドランド鉄道を乗せ取るカーライル線が開業し、ついにミッドランド鉄道は自社線でカーライルへ到達した。ミッドランド鉄道はノースブリティッシュ鉄道にとってカーライルにおいて 車車線と立ち打ちのできる直通ルートを形成する上で自然な提携企業であった。しかし旅客営業を開始するのは翌年のこととなった。提供1877年5月31日に提供が公式に開業した。これに伴いノースブリティッシュ鉄道の列車運行系統に大きな変化が発生した。この日までノースブリティッシュ鉄道の利用者は定腕を フェリーで渡った上で到着したダンディではカレドニアン鉄道と連絡するダンディアーブロース鉄道に乗り換えることとなっていた。ノースブリティッシュ鉄道がアバディーンまで実質的に独自のルートを最終的に形成できるようにする議会による安全措置としてダンディアーブロース鉄道はこの日からカレドニアン鉄道とノースブリティッシュ鉄道が共同で所有するようになった。 この成功は、1879年12月28日に、橋の一部が崩落するという事故が起きたことで3時へと転じた。定案に列車が転落して74人、または75人が死亡した。この事故は人的な損害だけでなく、当時エディンバラからダンディまで、独自の路線を最終的に形成することになる、ホース橋の建設を計画していたノースブリティッシュ鉄道にとって、 大きな衝撃であった。会社は直ちに提供の再建に取り掛かることを決定し、最初は既存の橋の修理と再建を想定していた。提供は技術者のトーマス・バウッチが設計したものであり、提案されていたホース橋の設計も彼によるものであった。事故調査が進むにつれ、バウッチの提供設計における欠陥が明らかとなっていき、彼の設計に基づく、 ホース橋の建設は推進されないことになった。提供の修理計画は新橋の建設に置き換わった。新しい橋は伏線となり、ノースブリティッシュ鉄道の全責任において建設されることになった。1881年7月18日に提供の代替新設の法案が上王祭下を受け、賃貸した雰囲気が吹き飛ばされた。 1887年6月10日に新しい提供を最初の旅客列車が渡り、1887年6月20日から通常営業が開始された。ここから先のアバディーンまでの経路も準備されており、1881年3月にアーブロースとモントローズの北にあるキンガバーブン起点までの間の路線が開業した。提供の代替が完成したことで、 ノースブリティッシュ鉄道はアバディーンまでの自社列車をほぼ自社間活か,かで営業できるようになったが、キンナバーブン起点より北では依然としてカレドニアン鉄道線を運行券を使って走らせなければならず、またこの時点ではまだフォース橋も完成していなかった。フォース橋は共同事業として推進され、ノースブリティッシュ鉄道は35%を所有していた。 最初の提供が崩落した時点で、フォース橋の計画はかなり進捗していた。トーマス・バウチが両方の設計に責任を負っており、バウチが提供の事故に責任があることが明らかとなって、フォース橋の工事は中断された。新しい設計を求めることが決まり、また建設費は分担することになった。フォース橋鉄道会社が橋を建設し、この会社は、 ノースブリティッシュ鉄道が30%、ミッドランド鉄道が32.5%、ノースイースタン鉄道が18.75%、グレート、ノーザン鉄道が18.75%を所有していた。ノースブリティッシュ鉄道は、グレンファル線の建設、金ロスを通り金ロスからパースへつなぐ二級路線の改良、ファイフの沿岸に沿って運行される列車が端に、 到達できるようにするインバーカイシングからバーンタイランドまで路線の建設といった件に関して再申請を行った。フォースワンの南側でもエディンバラとクラス号からより直接的に橋へと連絡するために新しい路線が必要になった。1890年3月4日にホース鉄道橋は開通した。この日までノースブリティッシュ鉄道は旅客と貨物を フォース湾を渡るフェリーで運ばなければならなかった。フォース鉄道橋の開通により、ファイフとロージアンの鉄道網の構造は変革されたが、ノースブリティッシュ鉄道は新しい橋への接続路線の整備が遅れており、当初はローカル列車のみが橋を運行していた。橋の全面開業は、コーストフィンからダルメニーまでの新線開通と、 金ロスにおける路線の改良が完了した1890年6月2日のこととなった。ノースブリティッシュ鉄道はここについにカウデンビース及び金ロスを経由してパースへ至る第一級の路線と新しいグレンファル線を手に入れ、さらにインバーカイシングからバーンタイランドへ至る新線も手に入れた。橋へのアプローチ路線群は完成したが、 エディンバラウェーバリー駅の不適切な状態が大きな不評を招いていた。駅で多くの列車が車両の連結と切り離しを行っており、線路の配置とプラットフォームの設備は非常に不適切なものとなっていた。フォース橋鉄道会社の共同出資者は、ノースブリティッシュ鉄道自身と同じく、橋に巨額の費用を投じており、こうした 巨額の投資が完成した今となって批判的なメディアの論調にうろたえることになった。1865年にエディンバラグラス号鉄道をノースブリティッシュ鉄道が吸収した時点でダンバートンやレイブン川地域の重要な工業地帯へ到達できる旧グラス号ダンバートンヘレンズバラ鉄道も入手した。クライド川を通じた蒸気船による輸送が促進され、 1882年にはノースブリティッシュ鉄道がクレーグエンドランに不当を開設した。ヘレンズバラを通じて既存の不当に到達できる連絡鉄道を建設する初期の試みは挫折していたのである。1863年にグラスゴーミル街ジャンクション鉄道が開通し発展しつつある郊外の住民輸送が促進された。クライド川の委員は ストブクロスに後にクイーンズドックとなる施設を建設しており、ノースブリティッシュ鉄道はそこへ通じる効率的な鉄道の連絡を確保することを絶望していた。これがストブクロス鉄道として1874年にドック自体の開業前に開通した。さらに西へクライド川と平行であるがそこから幾分離れて線路が通じ、後年クライド川の両岸に かなりの工業地帯が発展してきたが、その多くはグラスゴーから追い出されてきた工場であった。ホワイトインチ鉄道が1874年に開通して地域の工業地帯に連絡した。この鉄道はノースブリティッシュ鉄道が運営し、1891年に最終的に吸収された。ストブクロス鉄道はグラスゴーヨーカークライドバンク鉄道の起点ともなり、 この鉄道はより、クライド側に近いところを通って、引き続き工業が西へと移動していくことを支えた。この会社は、クライドバンクから、さらに路線を伸ばし、ダルミュアにおいて、ヘレンズバラ線に連絡して、ループを形成した1897年に、ノースブリティッシュ鉄道に吸収された。一方で、グラスゴーシティディストリクト鉄道が1886年に、開通した。 この会社も、また名目上は独立していたが、ノースブリティッシュ鉄道が出資しており、開業日に吸収した。路線は、グラス号の島市を通じて、東西方向に通っており、新しい、低い位置のクイーンズストリート駅を備えていた。この線が、近郊輸送を変革し、地域の支線列車は、高架のクイーンストリート駅で執着する必要がなくなり、 グラス号市街地を通り抜けていくことができるようになった。長年にわたり、クライド秋北川の発展しつつあり、利益も上がる輸送に関して、ノースブリティッシュ鉄道は独占を築いていたが、最終的に名目上は独立しているが、カレドニアン鉄道が出資している、ラナークシャーダンバートンシャー鉄道が1894年から1896年にかけて、 段階的に開通した。この路線がダンバートンに到達したことで、旧ダンバートンバロック鉄道をノースブリティッシュ鉄道との間で共同運営とするという過去の約束が発動されることになった。鉄道が未到達のアーガイルの広大な地方部に関して長い検討が行われた後、後にウェストハイランド鉄道となる路線をクレーグエンドランからフォートウィリアムまで ほとんど人口のない地方を通じて建設する決定が行われた。建設を行う会社は独立したものであったが、ノースブリティッシュ鉄道が財務的に支援を行っていた。この路線は1889年に認可され、1894年8月7日に開通した。建設費は110万ポンドに達し、予定工費をかなり超過していた。ノースブリティッシュ鉄道は、 ウェストハイランド鉄道に対し、かなり少ない建設費用を前提とした配当を保証しており、この契約上の義務は、路線が生み出す収入をはるかに超える支出となった。政策上は、この地域の西海岸における漁業者を支援することを望んでいたが、リニワンを長く通ってこなければならない水路の関係から、フォートウィリアムは適切な漁港とはみなされなかった。 マレーグまでの延長案が千八百九十四年七月三十一日に通過した時点で財務計画がしっかり準備されていると思われていたが補助金の支給に必要な政府保障法案は提出されず差し当たっては補助が行われないことになった。千八百九十五年五月七日にようやく保償が準備され二十六万ポンドの資本に対して三パーセントの利益を保障し さらにマレーグの港を改良し漁港として適切にするために3万ポンドの補助金が支給されることになった。路線は1901年4月1日に開通した。インバーガーリーフォート、オーガスタス鉄道は1903年7月22日に開通した。地域の人々により推進され、1896年に認可する法案が議会を通過した。一度は グレート、グレン強国を縦断して、鉄道を伸ばそうとしていたが、この構想は後退することになった。ウェストハイランド鉄道のスピーンブリッジ駅で分岐して、建設され、1903年からはハイランド鉄道が、1907年からはノースブリティッシュ鉄道が運営した。フォートオーガスタスの人口は500ほどであった。初期から1848年に、 エディンバラグラス号鉄道が現在のレンジ近郊から分岐してレノックスタウンへの支線を開通させていた。この路線は1866年から1867年にかけてブレーンバレー鉄道によりキラン近郊の駅まで延伸された。1877年から1879年にかけてケルビンバレー鉄道がメリーヒルから キルシスまで開通した。主な輸送物資は鉄鉱石とキルシスの製鉄所で精錬された鉄であった。キャンプシー・フェルズの北で独立したホースクライドジャイクション鉄道が1856年にバロックからスターリングまで開通し、主に農業地帯を通過していた。この会社は自社線をノースブリティッシュ鉄道に1866年に貸し付けたが、 法人としては存在し続け、1923年に鉄道網がグループ化されるまで受け取った線路貸し付け料を分配していた。これにより、キラーフォースクライド線の間に隙間が残り、数年後この隙間を埋めて、アバーホイールまで鉄道を伸ばすストラセンドリックアバーホイール鉄道が認可された。この路線は1882年に開通したが、損失を出して、 路線を1891年にノースブリティッシュ鉄道に売却した。ブレーンバレー鉄道は同時にノースブリティッシュ鉄道に吸収された。当初のレノックスタウン支線はエディンバラグラス号鉄道と共に1865年にノースブリティッシュ鉄道に吸収されていた。1888年7月2日、キルシルボニーブリッジ鉄道が開業した。 主に鉄鉱石とキルシスのベアード工場で生産された鉄鉱製品を輸送する目的でノースブリティッシュ鉄道はこの路線を他の目的に使う可能性を出し惜しんでいた実際のところキルシスにおけるケルビンバレー鉄道の延伸であるがカレドニアン鉄道は東側において接続してラーバートへと直通していたノースブリティッシュ鉄道路線図 1922年時点フォース鉄道協会通後、ウェーバリー駅の混雑と不適切な設備に関する大きな不評を買っていたノースブリティッシュ鉄道は周辺を開発する合意を取り付け、駅を拡張し、カルトントンネルを通り西側をトン分岐点まで複々線化することを認める法案が1891年8月5日に通過した。ウェーバリー駅の改良工事には、 時間がかかり、1894年になって工事期限を延長する法律を通過させる必要があった。実際のところ必要だと判断されていた改良工事がすべて完了するのは1899年になってのことであった。ミッドランド鉄道は1875年に二当社を廃止し、ノースブリティッシュ鉄道も長い実行の末、 1892年5月1日からイングランド直通列車を除き二等車を廃止した。1895年の7月から8月にかけてイングランド側の提携会社は西海岸と東海岸でロンドンからアバディーンへ至る最速到達時間を競い合った。この出来事は大衆の想像をかき立て北への競争として知られるようになった。 特別な軽量列車がこのために運転された。ノースブリティッシュ鉄道はいくつかの理由でこの競争に参加することに消極的であった。まず、そうした列車を走らせる費用が広報宣伝の効果に見合うか懐疑的であった。また、ベリックからエディンバラまでの運行権をめぐってノースイースタン鉄道に対する悪感情が依然として存在した。さらにノースブリティッシュ鉄道は カーライルにおいて提携しているミッドランド鉄道を怒らせたくなかった。ミッドランド鉄道のロンドンからカーライルまでの路線はさらに条件が悪く、この競争には参加していなかった。1896年11月にノースブリティッシュ鉄道はベリックとエディンバラの間での運行権をめぐってノースイースタン鉄道を民事控訴員に訴えた。ノースブリティッシュ鉄道は ボーダーカウンティーズ鉄道の形成期に自発的な意思で運行権に合意していた。民事構想員はノースブリティッシュ鉄道敗訴の判決を下し、問題は貴族院に持ち込まれた。貴族院はこの件を鉄道運賀委員に紹介し、曖昧な判断を下した。この曖昧さはノースブリティッシュ鉄道にとって十分であり、1897年1月14日から、 ベリック以北のすべての列車の運行権を取り返した。これは、すべての長距離旅客列車がベリックにおいて、機関車交換をすることを意味し、ベリックの線路配置はその目的には不便であった。ノースイースタン鉄道は、駅のすぐ南端まで線路を所有しており、機関車交換の作業ができる限り難しくなるように、していた。新しい軽便鉄道関連の法制を利用し、 鉄道のなかったラウダーの街が支線を獲得し、1901年7月2日にラウダー,ケーベン鉄道が開通した。エディンバラ郊外から都心への通勤輸送需要に対応してノースブリティッシュ鉄道はコーストオフィン支線を1902年2月2日に開通させた。長らく本線上にコーストオフィン駅があったが、この時点で相当に解消された。キンカーディンは 港として発展しつつあり、またフォース川沿いで、アロアの東にある農業地帯は鉄道の便がないと判断された。ノースブリティッシュ鉄道は、アロアからキンカーディンまでの支線を1893年に開通させた。この地域は完全に農業地帯であったが、鉄道路線の感激を埋める需要に対応して、ノースブリティッシュ鉄道は、キンカーディン ダンファームリン鉄道を建設し、1906年に開通させた。鉄道網がグループ化されることになり、最後の2年間は第一次世界大戦時の戦時保障と後継となるロンドンノースイースタン鉄道への株式の移行に関する交渉が長々と行われた。1922年時点でノースブリティッシュ鉄道は旅客駅650駅と 軌道延長1377マイルを有していた。機関車1074両、旅客営業収入2369,700ポンド、資源輸送収入3098,293ポンド、その他の収入2834,848ポンドであった。1921年鉄道法の通過後、1923年1月1日に、 ノースブリティッシュ鉄道は、グレート・ノーザン鉄道や、ノースイースタン鉄道、グレートセントラル鉄道など、全7社で合併し、ロンドンノースイースタン鉄道となった。ライバルであったカレドニアン鉄道とグラスゴーサウス、ウェスタン鉄道は、ロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道となった。エディンバラのウェーバリー駅、左側にかつて、ノースブリティッシュホテルであった。 バルモラルホテルがある会社の本社は、エディンバラのウォーターループレイス23番地にあり、グラスゴーのカウレアにも事業所があった。1921年時点の資本は6700万ポンドであった。鉄道の他に、クライド川とクライド湾のクライド上気船を運営しており、アラン島やその西側へと結んでいた。また道路運送会社のマターホーウェイの49%の所有権を持っていた。 エディンバラ都心部のプリンシーズストリート島端にあるノースブリティッシュホテルはその大きな時計を掲げた高い塔と並び目だったランドマークであったホテルは1980年代にバルモラルホテルへと名前を変えたが依然として石造物には旧章が描かれているグラスゴーのノースブリティッシュステーションホテルはミレニアムホテルへと改称したグラスゴーではクイーンストリート駅に隣接する ジョージ広場に立つ旧クイーンズホテルを1905年に改装し、自社のノースブリティッシュステーションホテルとした。この際に屋根裏部屋の木座橋をマンサード屋根下の4階へと改築した。国有化後、ブリティッシュトランスポートホテルズとなったが、1984年にイギリス国鉄がホテルを売却し、この時点でコプソーンホテルと呼ばれていた。 後にミレニアムホテルへと解消された。コナッハーは断固とした管理者で、彼により多くの改革が実施されたが、取締役のランドルフ・ウィームスによって与えられた仕事に関連して1899年に会社の取締役室でスキャンダルが発生した。ウィームスは巧みにこの状況を自分に都合の良いように操作し、コナッハーは辞職する以外になくなった。 ノースブリティッシュ鉄道は、取締役会に対して、機関車の製造と保守の責任を負う役職について、機関車総監督という役職名を好み、この役職名のみが、会社の記録と公文書、そして機関車総監督が発送した文書のレターヘッドに現れる。最後に在職したウォルター・チャルマーズのみが、主任技師長の役職名を使ったが、社内ではこの二つの役職は、 同じ役割を果たすことなる役職の名前であると認識されていた。ありがとうございます。